川端です。よろしくお願いします。今回は2022年慶応女子高校の問題です。2044の2乗足す1956の2乗足す4022の2乗足す3978の2乗を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。そろばんとかですね、暗算が得意な人はですね、これでもなんか簡単に解けちゃうですっていう人もね、いるかもしれませんけどね、私は到底無理ですね。じゃあね、工夫して解いていくことにしましょう。まずパッと見たときですね、この最初の2つですが、この2044っていうのは2000に近い数ですね。で、1956も2000に近い数ですね。で、2044っていうのを2000足す44って捉えれば、こっちは2000引く44っていうふうに考えることができますね。で、続いてこっち側ですか、こっちも同じように考えて、これ4000足す22。こっちは3978は4000引く22という具合になりますよね。で、ここでですね、さらにちょっと、この2000と4000ってこれ2倍の関係ですよね。また22と44も2倍の関係ですね。なので、この2000と4000のうちの小さい数である2000を X。44と22の小さい数である22を Y と置きましょう。2000を X。22を Y と置きます。そうすると、この式はどのように変わるかっていうと、2044は2000足す44。44は22を2倍したもの。22が y だから 2y の2乗。足すことの1956っていうのは2000引く44。2000が x で、44は先ほど言いましたように 2y。だから x 引く 2y の2乗。足すことの、続いて4000足す22。今2000を x と置きましたから、4000は2倍で 2x ですね。だから 2x 足す22は y だから y の2乗。足すことの、また4000は、2000が x だから、2x ですね。で、22は y だから引く、22は y なんで引く y の2乗という具合になります。で、これを計算すればいいわけですね。で、これを計算するんですけれども、もう出てくるものって、例えば x 2乗出てきますね。こう展開したら x 乗、ここ展開したら x 乗。で、ここは、括弧 2x を2乗するので、4x 乗が出てきますね。で、4x 乗。つまり、x 2乗足す、x 2乗足す、4x 2乗足す、4x 2乗。これ計算したら 10x 2乗になりますよね。だから 10x 2乗。もう一発でね、バシッとやっちゃいます。で、続いて、これ 4xy 出てきますね。なんとか xy で 4xy。で、ここ計算したら、ここマイナス 4xy になりますね。だから 4xy 引く 4xy で消えますよね。こっちも同じ。4xy でいきますね。だけど、こっちマイナス 4xy 消えますね。だから、なんとか xy 消えます。で、最後、y の2乗とかですね。2y の2乗で 4y 2乗を。で、マイナス 2y。これも2乗すると 4y 2乗。で、y の2乗。y の2乗。ということで、これ 10y の2乗が出てきますね。と、10x 乗足す 10y の2乗。という具合になります。そうすると、10でくくると、10カッコ x 2乗足す y の2乗になりますので、ここで、x イコール2000、y イコール22を入れます。そうすると、2000の2乗を足す22の2乗。そうすると、10カッコ、2000の2乗はね、2×2 が4ですから、あと0、1、2、3あったら2乗だから、さらにもう3個。つまり、0、6個ですね。1、2、3、4、5、6。で、22の2乗ですね。22×22。まあ、これぐらいやってください。2人が死、484ですね。足す484と。いうことになる。そうすると、このね、400000ですね。1、10、100、1000、万、10万、100万、400万484。484にかける10、さらに0かけるからね、4000万4840というのが答えになります。
ということでね、まあ、最後ちょっと、計算ね、ちょっとめんどくさい計算しましたけど、結構綺麗に解ける問題だったんじゃないかなというふうに思います。分かったかな？以上で解説終わります。では。